つゆちゃんと、葵さんが似てる部分。はい、で、なんかあったりします。こう演じてて、なんかこう、あ、ここなんかわかるな、みたいな。なかなかなさそうですけど。難しい。なかなか。なかなか。似てる。ほっぺは似てるかも。ほっぺほっぺ感確かに。ちょっと丸いかな。でもね、なんか骨格が近いと声近いって言いますもんね。なんか、こうなってる感じが。こうなってる感じが。近いのかな。うん、どうでしょう。あの、似てるか似てるかわかんないけど、私カエル好きです。カエル好きっていう。緑が好きで。ああ。グリーンのキャラにはまりやすいんですよ。確かに今日の衣装というか、確かに一応今日は、一応ね、皆さんと写真撮るってことだったんで、うん、ちょ、黄緑っぽいの着ようと思ったんですけど。さすがですよ。さすがっす。僕らのこの、しまった緑着ちゃった。青ちゃんが来ると思って緑着ちゃった。優しさが。その日、いいな。ああね、ペットボトル緑色だもんね。そうです。ペットボトルが緑だっつ。そうなのです。いやー、そっか。でもなんか髪、のけのけあの、あ、そう。あ、色一緒。色一緒。ツヤ感はなんか似てる。確かに確かに確かに。確かに。ちょっと黒ベタ感が。それもちょっと長くなれば、つゆちゃん感すごいかもしれない。ありますかね。いや、でも舌出してないしな。そうですよね。すっごい長いわけ。長いわけでもない。舌伸ばしときます。いや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 、怖い怖い怖い。怖いよ。胃袋出るわけでもないですもんね。胃袋出しましょう。いや、ダメダメ、出しちゃダメだよ。なんで乗り気になっちゃったの。ダメダメ。赤裸々な胃袋見せましょう。いや、ダメダメダメ。体張らないでそんな。